阿南市は、徳島県南東部に位置する市。四国最東端の地方自治体であり、東は、紀伊水道と太平洋に面し室戸阿南、海岸国定公園の北端である。県内一長い河川の中川河口があり、桑野川が市内を貫流する。徳島県の東部に位置し、城下町である富岡地区と、港湾都市である立花地区で、 別の市街地を形成しており、高速バスの発着点、警察署、保健所、消防署、検察庁、裁判所などの県南の行政、交通機関の中心である。産業は、竹林が多く全国一の竹の子生産量を記録、江戸時代に、京阪神に出荷されていた記録もある。鉱工業に恵まれ、古墳時代の全国唯一の新車採掘遺跡。 弱杉や埋石があるほか、大正時代に市内各地で切り出された優れた大理石は国産の代表とも言われ、大阪市中央公会堂や国会議事堂の御休み所など重要な場所に使われている。現代でも蛍光帯や発光ダイオードの国内外の一大産地であり、四国で最初に太陽が昇る町でもあることから、光の町やなんと PR しているほか、 徳島県 LED バレー構想の中心地と位置づけられている。また、平成19年からは、四国発のナイター付け領域100メートル級野球場アグリアナンスタジアム完成を、機に野球の町アナンとして飛躍を図っている。アナン市中心部周辺の空中写真。2013年8月13日撮影の4枚を合成作成。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。市の東側を、紀伊水道、南側は太平洋、西側は大野隆治山などの四国山地に位置する。1950年代。 1960年代、1970年代、1980年代、1990年代、2000年代、2010年代、2020年代、富岡地区、中野島地区、宝田地区、長生地区、美野林地区、美野林地区の町並み、美野林町、あざ、青木で撮影、王の地区、鴨屋地区、鴨屋地区の町並み、細野町、あざ国城で撮影、桑野地区、立花地区、新野地区、 新農町,町の町並み福井地区、石間地区、椿地区、羽野浦地区、中川地区、交番、駐在所については、当該項目を参照。消防署、出張所については、当該項目を参照。大型商業施設スーパーマーケット地元資本の、勢力が強く、複数の地場スーパーが、チェーン展開を行っている。店舗数は増加しており、市内一円に立地している。 競争が激化しているため、徳島県産の生鮮食料品の販売に力を入れたり24時間営業を行うなど、各店が様々なサービスを展開している。ディスカウントストアや局飲食店、書店中古書店レンタル店、ホームセンター第一次産業就業者数3529人、第二次産業就業者数9339人。 第3次産業就業者数14,415人、穴見駅 JR 四国市内には、麦線が通っている。特急停車駅は、花浦駅、穴見駅、淡立花駅、桑野駅、新井野駅。市内にある駅は次の通り。駅間と駅間との連絡も一般路線バス、高速路線バス高速バス停留所、高速道路高速自動車国道は市内を、 通過していないが、徳島南部自動車道の延伸計画があり、市内には、阿南インターチェンジが、下尾の町付近に設置される予定である。市内にあるインターチェンジ阿南秋自動車道の延伸計画があり、市内には、阿南インターチェンジが、下尾の町付近に、長生インターチェンジが、長生町付近に、桑野インターチェンジが、内原町付近に、新井のインターチェンジが、 新野町付近に、それぞれ設置される予定である。一般国道有料道路県道道の駅名人さんからの立花案。ありがとうございます。